ミクロコスモス SZ-107BB-105 はバルトークベーラが1926年及び1932年から1939年にかけて作曲した全6巻、153曲の商品からなるピアノのための練習曲集である。ピアノ演奏の教材として企画され、難度が全身的に上昇する構成である。バルトークは1940年に アメリカに亡命する直前にハンガリーの全国紙マジャルネムゼトに掲載されたインタビューでこの曲集が生まれる理由が複数存在したことを述べている。この曲集の中の一曲は1926年に発表された9つのピアノ商品の出版に際して除外された10曲目だった。当時、初心者向けの教則本を記すすすすめがあり、 とても簡単な曲を書こうと考えて、除外した曲も含めた曲集を計画した。1932年の夏に手掛け始め、この年に40曲、翌年に40曲、1938年までに20曲、合計で100曲の商品を仕上げた。1933年から次男ペーテルがピアノの練習を始め、これらの曲を実際に試す良い機会が訪れたと考えた。 後年にペーテルはレッスン中に書いた曲も含むと回想した。実際この試みはバルトーク自身にとって非常にためになったと述べている。作曲に至る動機に教育的意図が強いことは明らかだが作曲の最初期の段階で難易度の高い曲を作曲していることから教育的概念は広い範囲で理解される。この曲集はピアノ教育の枠を超え、 バルトークの音楽語法を知る上で格好の研究材料とされる。バルトークの残した自筆譜の研究によれば、ほとんどの曲は1932年から1933年に作曲され、第一巻の36曲のうち最も優しい曲を含む19曲が1939年に書き上げられていることや、1926年に 実際は81番の他にも137番、ユニゾン及び146番、オスティナートのスケッチが作成されていた。数十曲は1913年に出版された、バルト・オクレショフスキー、ピアノ教本への言及を含むが、これらの曲が実際にこのピアノ教本の改訂版のために、ミクロコスモスとは、独立して作曲されたか否か不明である。 元来がピアノ練習曲集であるため、ほとんどが演奏時間1分弱から2分程度までのごく短い曲だけで構成されている。様々なキャラクターの短い曲が集合していることなども含め、ミクロコスモスの名はこれにちなむものである。教本として使う際のアドバイスとして、バルトークの指示が添えられ、4巻までは初歩段階で、 特に3巻までは習い始めてから1から2年のうちには習得するようにと記されている。最初は両手を移動させず左右が同じ動きをなぞる練習から始まる。旋律と伴奏といった決まり切った形を取る曲は少なく対位法的な技術が多く含まれる曲が多く歌を伴った曲が含まれているが音階練習等は含まない。作曲者がこれについては 音楽教師が知っているはずだから他の教本で学んでほしいと注釈をつけている。バルトークはピアノ教育にも関心が深く子供用のピアノ曲集として他に子供のためになどピアノ教のリモートとしてバルトークレショフスキーピアノ教本がある。これらはやや初期の作品で民族音楽的傾向が強いがミクロコスモスは民族的な曲以外に 対法を活用したバッハや性格的商品の親であるシューマンを称えるとして、彼らの作風を模倣した曲や、複数の戦法を使ったものや調整が揺れ動く、無調的な曲、複雑なリズム構造を導入した曲など、より広く現代音楽的な曲などの多様な作品を含む、ピアノを通しての現代音楽への入門書との表がある。 序盤は容易で初心者の練習に適するが、次第に難易度が上昇する。6巻後半の曲、特に148番以降の、ブルガリアのリズムによる6つの部曲とバルトーク自身が、大した6曲は、コンサートでアンコールなどに用いられる。バルトークが、生前最後に、ブダペストで演奏会を開催した際も自らこの6曲を演奏した。三巻から六巻のうち七曲は、 バルトークがディッタプジンと共演する演奏会のために2台ピアノ用に編曲している。2台のピアノのためのミクロコスモスからの7つの商品。ありがとうございます。